はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンクエストモンスターズ3リトルカの不思議な鍵、続きやっていきたいと思います。前回の続きですね。前回ですね、このスライムナイトとかね、こう出てきたんですけど、まあ、こんなん捕まえとくって話で、ウェスターニャ行きましたね。それで、イーストリアにね、行く話なんですけど、てのが、ウェスターニャのね、ここか。姫がね、なんか魂が抜けた状態になってて、で、姫のね、まあ、家庭教師をしてた人が、イーストリアにいるのでっていう話を聞いたところまで行きました。それで、ここら辺にミノーンとか、スライムナイトがいてね、あとハートナイトとかもいたんだけど、まあ、そんなのを捕まえときますって話して、前回終わったと思います。まあ、あれから何分も経ってないんだけどね。ただ、前回言ってた通り、出力をね、言いづらいな。出力ね、をしながらやってるので、前回からまだずっと出力中ですね。今もう 92%。前回60何%って言ってたよね。だからそんぐらいやっぱ時間かかるんで、まあ途中で今これ収録してる最中に、ウィストン、ここじゃねえな。動画は1個上がると思うんですけど、ここは西の港町、ウィストンよ。今パートね、動画的に10とか11ぐらいかな。まあこの動画は違うけど、今出してる、リアルで出てんのがそのぐらい。おい、知ってるか？ユナ姫様はどうやら呪いにかかっちまったらしい。北の国を倒せばその呪いが解けるらしいが、これはもう一波乱あるな、ね。呪い解けるわけがないんだけどね。なんかそそのかされてるよね、王様が。それか王様自体がなんかおかしいのかみたいな。噂で聞いたんですが、ユナ姫の様子がおかしいらしいです。一体どうなされたというのでしょうか。一回わざと出力終わった時にどうなるか取っとこうか。多分ね、出力処理終わりましたってね、報告が来るんですよ。それでやっと動画が出せる。なあんた湖の上に立っている大きな塔はもう見たかい？いいえ、これまだ後だね。あの塔はな、昔この地に住んでいた偉大な魔法使いが建てた塔らしい。中は仕掛けでいっぱいだが、お宝もいくつか眠ってるそうだ。まあ今は流氷が押し寄せて塔に近づくことすらできないんだがな、レベル高いよね、確かそこね。お、なんかいたな今。この間町に来た荒くれ者の木こりがおかしなことを言っておったの。湖を東に渡ってそこから南に行くと深い森があるんじゃが、そこで女の子の幽霊に追いかけられたそうなんじゃよ。あ、この人は、ね、女の子の幽霊に追いかけられた。うわ、ユナ姫様はどうしちまったんだよ。もう一度あんたの絵が俺ちに見せてくれよ。みんな笑顔が欲しいんですね。お城に押しかけていた人たちみんな帰っちゃったみたい。私もいろいろ見たかったな。この町に寄ってくれればよかったのに。さすがだね。この18号にそっくりな人の娘、あれだね。クリリンの娘にそっくりだね。颯爽と馬を乗りこなし、平原を走るユナ姫様ってとても素敵。でも最近はそのお姿を見せなくなったの。お体の具合でも悪いのかしらね。ユナ姫様は昔から大変なおてんばでの、いつも城を抜け出されて随分困らせていたもんじゃよ。おてんば姫の冒険ってあったよね。ドラケン4でね。まあそれはいいんだけど、行こうか。ここじゃないな。ウィストン、イーストリアだから、まあイーストなんでね。西、東だからもっと奥か。また何かいたら、まあ追加モンスターとかもいいかなと思うんだけど、このね、海の上も歩けるからね。ただ氷がある場所は行けないんかなーっていう。ちょっとオートで行こうか。魔王の使い作ったんですけど、あれそうだね。テンション貯めて、あ、ポグフィッシュ。これも捕まえないとね。これ作れんですけどね。捕まえといた方がいいね。なんかと一緒に出てくるな、じゃあポグフィッシュは。あ、なんかいたな、今。あ、ダースウルフェンか。これはドラケ8に登場するモンスターです。まあ、こんな感じで言ってね、その紹介がすごい嬉しいですって言葉いっぱいいただいてますので、もうむしろね、その方がいっぱいいただいてますんでね、まあ、そういう感じでやっていきたいと思いますんで。出力処理が終わりました。こういう感じです。今出力終わりました。こういう感じで、今聞こえましたよね。まあ、びっくりしたかと思うんですけど。で、1本動画出来上がったんで、これで配信ってやって、また今の続き撮ります。今の収録時間が
まあ、4分5分だから、まあ、30分目安でやってんで、次収録した時には25分目安でやるって感じで自分動画作ってるんですよね。で、一回ちょっとカットさせていただきます。動画出しちゃいますね、出来上がったもの。はい、大まかな流れ分かったと思うんですけど、まあこういう時ね、先ほどカットしましたよね。白くなったので、動画出しますって言って、まあ左上の時間見たら分かるんですけど、出すまでにこのぐらい時間かかりますね。だから本当にやってないわけじゃないんですよね。それで、その間にカットしてる時にね、やはり何もしてないわけがないので、配合だったり、こう、げんこつだけね、集めてきたりしたので、まあこういう効率でやってますね。自分の配信っていつもこんな感じなんですよ、実はね。お、バトルリボン。カジヤさんに行ってきなさい。どんな効果がつくか。ふさふさの毛皮が5個必要なのよ。ファーラットが落とす。ね。こんなのも次までに取っとこうかなっていうね。だからその合間合間で取るっていうのがそういうことですね。それで窓ハンドとか、シャドウとかね、自分捕まえとくって前言ったんですけど、そんなのもね、今のうちやっときましたね。で、動画が出力されたのでって話で、またもう1本分は出してんですけど、今どのぐらいだ今 11%、次の動画は。まあこれも、まあ今やりながらやってるので。もう星付きの武器を持ってきたね。それじゃあ初めての武器、そうだね。スライムゼリー5個と、蝶の羽未開層。星付きの武器の他に素材が必要なんだ。今渡したのは、初歩的な効果をつけるのに必要な素材さ。初回だからサービスしとくよ。それから家事をするのにお金は不要さ。私はハンマーが売れればそれでいい。おすごいね。鍛える。だから今持ってんのが、ワイルドスピアとかもそうだけどね。まあ、星3つの方がいいんでしょうね。スラリンガルカノンとかもなんかつくんでしょうね、これね。あー、なるほど。これって、あ、鋭い毛羽とかプラチナ鉱石だね。まあどうせならいいもんつけたいからね。これだいぶ違うかな。先制率アップとかもすごいいいけどね。まあ、後でいいや、もっといい武器とか入るんでしょうから。ね。星の数だけつけられるとね。何かわかんないことだったら私の妹に聞きな。ね、これは前聞いたので。よし、じゃあね、異世界の、まあ、ファーラットはまた裏でやっておきますんで、後ろから驚かしてね、アイテム落とせばいいだけなんで。まあ、それをやりましたって動画作ってもしょうがないので。ね、中間地点のリストンに行って、で、イーストリアに行くって言ったよね。まあ今回全然やってないので、まず時間的に。よし。で、ここの、ダースウルフェンと、あとポグフィッシュいましたよね。あれも捕まえました。それで配合しときました。ベホマスライムとかできたね。まあ適当に配合しただけですけどね。まあ後でこんなんでできましたよって紹介できる。おそうだ、ここそうだ。アルミラージも自分作ってました。まあ、ここにいますけどね。普通に配合でできますんで。あんなもんどうしようもないですよね。はい、それであそこに見えるものが、あ、こっちからか。イーストリアだと思うんですけどね。であとはこのアルミラージとか一回触れてみてね、他のモンスターも混じってっかなーみたいな。まあ、チェックマークついてるんで。で、あ、そう、色魔人にしましたね。ブチキングを。他のモンスターと配合して。まあ、図鑑埋めですね。まあ、簡単にできるようなものは、もう、なんだろう、紹介は。あ。これ、オートにしたらさ、倒せね。いや、また、その前に。スカウトしたいんだよな。あ！フィッシュライダー。ちょっと待って。ダメかな？ダメだよな。おそらくな。
おお。わあ、魔王の使いやる。いいね、いいね。20。あ、これ連れていきましょうか。ストーンスライムも作りましたね。これね。どうやって作ったっけ、これ。見れないんだっけ、これ。長押しかな。ダメか。フィッシュライダーも捕まえようか。じゃあね、お、羽スライムもいますね。こんなも捕まえていいかもね。まあ、こんな感じでやっていけばいいんじゃないかな。だ、魔王の使いのいいところに2回できるからいいですよね。せっかくのゴートドミスになった話ですけどね。これ確か奥に、あれあったと思う。お、オークがいる。奥にオークがいる。シャレじゃないよ。たまたまだからね、今の。宝あったと思うんだけど。お、あ、そっか、そうだ、これいいんだ。ブラックサンタ。これね、屋根の上に確かいたんだ。そうだ。使っとくか、腐った肉でも。ドラケ7にいたモンスターですね。これ取れなかったら笑いますよね。はい、メタルメタルでね、はぐれメタルできるんで。これ横になんかあったよな、確か。で、この塔も後でいけるんで。なかったっけ。 あ、 あったあったあった、あるよね。宝あった記憶はある。これ結構最近にね、イルルカ 3D の方は、まあこれと同じような感じなんですけどね、配信してたんで。で、ここのね、塀の上にね、ブラックサンタいるんですよ。でも、オークも捕まえたし、一回戦えばレベル上がっかな。おっと。すげえかわし方したな、オーク。井戸魔人と魔王の使いちょっと上げたい。井戸魔人はドラクエ6に初登場のモンスターです。ここのね、ほら上にブラックサンタいるの見えますかね。塀の上に。はい、イーストリア来ました。ここにね、家庭教師いるって言ったよね。ここは女王様の治める湖の東の国、イーストリアじゃ。この国を治めるべき女王様があんなことになってしまうなんて、イーストリアはどうなってしまうのかしら。ここもなんか問題起こってるね。さて、家庭教師的なものがどうとか。北の国から西の国、そしてこの東の国へと渡り歩いてきたんですが、どこも結構な問題を抱えていて、昨日休まる時がなかったですよ。ぐがーぐがーぐごー。これ夜になると起きんのか、これ。そこにいる荒くれ者の木こりさんがね、南の森でとんでもないものを見たんだって。一体何を見たのかしら。気になるんだけど、ちょっと怖いわ。この町の南には深い森があってな、おら、そこに一仕事に行ったんだ。木こりなんだ、これ。そしたら奥にすすり泣くような声がしてよ、どうしたんだべかなーなんて見に行ったらよ、いきなり若い娘さんの幽霊が現れて、おらの手を掴もうとしてきただよ。おら、びっくらこいてすぐ逃げちまったけんど、なんだか綺麗な身なりの幽霊だったな。だそうです。綺麗な身なりの幽霊。お、この国を治めているのはヘレン女王様さ。とっても美しい声をしておられるんだ。いや、しておられたと言った方が美しい、正しいかもしれんな。なんだなんだ、引っかかってんの。女の子。あれ？女王様はみんなに声をかけてくる優しい人よ。あの女王様の声もう一度聞きたいな。美声なんだね。声だけはね、もう天性のものなんでね。例えば歌とかでも練習すればうまくはなるんでしょうけどね、声だけはね、練習してどうにかなるもんじゃないから、真似ることはできますけどね。お前さ、旅の者じゃな、マンモデスという魔物をしておるか。まあ知ってないことなんだけど、まあ知ってます。先ほど出てきたものですよね。そうかそうか、ならば今はマンモデスに近寄ってはならんぞ。やつは気性の荒い魔物じゃ、起きてる間は誰かで構わず襲ってくるぞい。女王様の歌声を聞けばおとなしくなってくれるんじゃがの。だそうです。
おじいちゃんね、昔マンモデウスの背中に乗ったことがあるんだって。寝てる間にこっそり登ったらバレなかったんだってさ。あれだね、冒険家だね。ボロボロになった古文書だ。まがまがし縁の紋章、狭間のを知る印、光奪う闇封じし黄金の消して、これから先はひどく劣化して読むことができないようだ。ほい。だいぶ昔の話だが、わしは西の国でユナ姫様に勉強を教えておったんじゃ。なぬ、姫様は魂が抜け人形のようになってしまったじゃと。にわかには信じがたいが、確かにそういう呪いの言い伝えを聞いたことがある。言い伝えによると、呪いを受けた魂は思い出の地をさまよっているそうじゃ。ユナ姫様の思い出の地といえば、城を抜け出しよく狩りに出かけた南の森じゃろう。しかし今はマンモデウスが邪魔して南の森へは行けんし困ったの。この国の女王様が回復されればマンモデウスもおとなしくなるんじゃが、ね、そういう話になってきます。だからまあそのユナ姫様を直さないとね、大変なことになるからね。じゃあここの女王様がでも声が出てないって言ったよね。ここは東の国イーストリアのお城、城兵様のわす城だ。北の国と西の国の間で戦が始まろうとしたらしいな。噂では精霊の使いという者が現れ、それをいさめたらしいのだが。お、なんとそのメダルは精霊の印。まさかあなたが精霊の使い様だったとは。精霊の使い様、どうか城の中に入り女王様を助けてあげてください。はい、お城の中に入れますと。ここもなんか宝ないっけ。右にだ絶対あるよね、なんかね。あ、ない、ここは。少し前までこの国にはとても優秀な学者がいましたが、今は方々を渡り歩き植物の研究をしているそうです。植物の研究ということで、まだ一箇所ね、行ってない場所ね、実はあるんです。あ、宝あった。そこに行ってこようかね。お、天朝の相馬、貴重だよ今ははい、じゃあ女王様に会いましょうか。てん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 。ジョーヘレンは何か伝えようとしている。しかし声が出せないようだ。うむ、そのメダルは、あなたもしは精霊の使い様では。はい。精霊の使い様、ジョー様の声を取り戻すため、どうかあなたの力をお貸しくだされ。ジョー様は今原因不明の病に侵され、何日も声が出せないでいるのです。唯一手がかりになりそうなのは、かつてこの国で薬草を研究していた学者そのものなら、ジョー様の病気を治す手立てをしているかもしれません。ですが学者名は方々を旅しており、今はどこにいるのやら。お願いです、城の者から学者の話を聞き出し、女王様の病気を治してくだされ。城の者から聞き出し。ジョーヘレンは声の出る日が来ることを願い、こうして毎日玉座の前にいらっしゃる。何とかして差し上げたいんだが、何もできない自分が恥ずかしいよ。まあね、力でどうにもならないよね、それはね。おいた足やヘレン様、あの美しい声がもう聞けないとは。ヘレン様は誰もが認める美声の持ち主。その歌声は凍った心を溶かせるほど。それなのに、ある日の朝、目覚めるとその美しい声が消え失せてしまわれたんです。そのため民の不安は募るばかり。ああ、ヘレン様の声はいず声。ね、声はもう天性のものだからね。だから人の声をどうとかこうとかっていう人って、心汚れてるってことだからね。どうしようもないのに。この先は玉座の間。だから変な、まあ、声がどうとかこうとかっていうのはいろいろありますよね。気持ち悪いだとか言う人いますよね。そういう人の話ね。あなたが精霊の使い様です。どうかお通りください。そんなしょうがないもんね。だってしょうがないものをどうにか言ったってどうしようもない話ですからね。遠い西の地では精霊の泉が凍ってしまったと聞く。植物がどうとかって言ったらね、学者がいたのだがってことなんで、イーストリアじゃなくて、最初ノースデンの、もう行っちゃっていいんかな。だから話を聞いていけってのが、このね、奥に、いけんのかなこれって。まあ一応ルーラーでいけるようにはしといた方がいいかなと思うけど。このトンネルを抜けると港町の方に着きますよ。ここで行けんの？おう、君のことはノースデン王から聞いてるぞ。さあ通るがいい。ああ、そうだよね。ここ行けるようになってて。まあ、この金の単位って、単位っていうか金の額って、ランダムなんかな。絶対826ってわけでもなさそうだけどね。
ないよな、何も。あ、岩飛び悪魔ですね。これ捕まえようか。これ作ってなかったな。作れはしたんですけど、腐った肉とかなかったっけ？あった。まあ、いらないかもしれないけどね。魔法の使い、自分使ってた理由わかりますよね、なんとなくね。よく使ってんじゃないですか、自分。他のシリーズでも。ここは北の港町の方です。じゃあ港町って、ここんとこ物騒な話ばかりだね。全く嫌な世の中だよ。この間なんて兵士たちから西の国をスパイだと思われたんだ。いろいろね、取り逃しとかあるかもしれないけど、裏でちゃんとやってますんでね。東の国の女王様は大層美しい声をしているとか、彼女の歌声が山々に響き当たると動物たちが眠りについてしまうそうですよ。この泉を挟んで3つの国があるわ。まずは北にある国はノースデン、西にあるのはウェスターニアで、東の国はイーストリアっていうのよ。ここだっけな。ねえ、知ってる？湖の南側には雪山みたいに大きな魔物が住んでるんだって。まあここは先に来てもよかった場所だね。噂では国境にある鉱山で金は見つからなかったらしいね。それなのになぜ西の国と睨み合っているのかしら。あののんびり屋の王様が西の国に戦争を仕掛けようとしたのは、裏で王様を操ってる人間でもおったのかの。フォフォフォ、そういう話だよね。なってくる、当然そうだよね。森の秘密という本だ。東の国イーストリアの南には鬱蒼とした森が広がっている。この森は長年放置されていたため老木が多い。それは人面獣として例外ではない。あそこに住む人面獣の中には何千年という時を生きた者もいるという、ね、転生モンスターの話ですね。私は東の国から来た植物の研究家、薬草を専門分野としています。なんと、イーストリアの女王が恋を失ってしまったですって。それは一大事、今こそサイズリソウの出番かもしれません。サイズリソウとはイーストリアの北の山、その山頂に咲くという珍しい薬草です。私の研究からするときっと女王様にも効果があらず、どうかお試しください。どこだっけ？今、イーストリアの北の山。はい、情報を得ました。とりあえずあんま時間ないので回っときますね。これ次回でもいいかな。イーストリアの北の山なんでこっち側なんで、まあ、そこを次回行きますね。とりあえずあのモンスター捕まえたりともしたいんで、まあ、そこに行けばルーラで行けるようになりますんで、そこの下りと、まあ、マンモデウスがどうなるかってところが次回行けるかな。じゃあね。あ、次回というか次次回とかなんかもわかんないけど。今回はそこまで行ってれば、この道のりをね、まあ、全部カットでもいいんですけど、なんかないかな。何もないか、ここら辺。でもなんか落っこってそうだよね。天候変わるとね、上からね、敵が降ってきたりとか、あったと思うんですけどね。あ、ここに来んのか。この草さ、遠くから見るとあれに見えんだよ、タツベ。ポケモンの。あ、いけた。で、あそこで飛んでこれるようになれば、いいかな。お、これも作ってんだ実は、グリズリー。2枠ですけどね。はい、次回ね、ここ行きます。お、雪のほとんど見た。はい、ということで今回これ終わりたいと思います。じゃあ次回この上のね場所行きますんで、サイズリソウ取ってね、まあどうなるんでしょうね。
よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしていただけるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。